団球は、麻雀における役の一つ。キパイを一切使わず、チュンチャンパイのみを使って、手配を完成させた場合に成立する。一半、単野王と略すことが多い。成立しやすく、他の役と複合しやすいため、律事家や平和とともに、麻雀における基本の役と言われている。平和と複合した時は、単品、単野王でリーチをかけた場合は、面板、単品で、 リーチをかけた場合は、メンタンピンと呼ばれる。一方で、タンヤオと複合可能な役には、門前役や食い下がり役が多いため、泣いた場合は口述の食いンが認められていても、一変して安手になることが少なくない。しかしドラを絡ませることで、飲み手であっても、高得点を狙える。袋したタンヤオは、食いンと呼ばれるが、食いンを認めるかどうかは、地域やルールによって異なっている。 関東式のリーチマージャンは、クイタンを認めている場合が多く、地方に多い先付けルールでは、クイタンなしとしている場合が多い。先付けルールの中でも、クイタンのみでは、数量できないものの、他の役と複合すれば、クイタンの一ぼしを認める、タイタイワーの場合に限って、クイタンを認めるとするケースもある。ハンゲームなどのネットマージャンでも、クイタンありのルールとクイタンなしのルールが混在している。 ネットマージャンでは、食い単ありになっている場合が多いが、念のためメンバーや対戦相手に確認しておいた方が無難である。面前のケース編、数量のケース袋下、ケース、三色同順との複合体対話との複合芯一色との複合単野は、国士、公士の負が9倍よりも低いチュンチャンパイのみで構成するという、性質から一般に負が上がりにくく、 不跳ねしにくいという性質があり、多くの場合は食い単や面前つもでは30歩面前論では40分に収まる。以下は単野をの不跳ねするかどうかに関する例である。面前で暗観がある、ケース面前で暗項が2つあり、ば板町のケース袋下、ケース、民項を利用した不跳ね断球の、は、項の2画目を取った字型である。この文字は、用の属字であるが、 日本国内では、竹書房、近代麻雀をはじめ、の字が広く用いられている。ただし、要は字ス X0208 に含まれるのに対し、は字ス X0213 収録であり、すべての日本語環境で表示できるわけではないので、内容として、断用級の表記が用いられる場合がある。中国語圏の場合、反対字では、が、政治で、反対字では、要が正しい。 よって中国語圏における日本式麻雀愛好者の間では段球と弾要級の表記が混在しており中国企業開発の日本式麻雀オンラインゲームスズメ魂は関体人のため弾要級の表記を取っている一方台湾の日本式麻雀愛好家によるルール紹介動画では段球で書かれているなお段校級の表記もインターネット上を中心に 三見されるが、は小さいの意、転じて、数字の一を表す漢字であり、段球で一と九を立つの意であるため、段高球では意味が通らず誤りである。ありがとうございます。